こんにちは、たまたまこです。ジャッジアイズ続きやっていきます。もう終盤に近づいてきましたね。今日はですね、仕事の依頼、この挑戦状というものからやっていきたいと思います。最後の依頼ですね。報酬が100万円、依頼人はハテナハテナハテナになってるんだけど、矢上隆之、アジア外で待っている、来いっていうシンプルな依頼というか挑戦状なんだけど、まあ、まずこれからちょっとやっていきましょうか。アジア外に向かい依頼を受ける。アジア外、ここだね。うん、挑戦状っていう名目になってるけど、杉浦くんしばらく待っててね。この最後の依頼が終わったらメインストーリーに戻ろうと思ってます。いやー、もしかしたら今回もメインストーリーのエンディングの方まで行っちゃうかもしれないしね。どのぐらいの依頼だかわからないけど、やっていきましょう。で、アジア外にやってきましたけど、あれ、この人いや、こわもてすぎるだろ。もう話してみるか。話す。誰？すみません。私は矢神というものですが、ご依頼いただいた方でしょうか。謎の男。お前が矢神か。待ってたぜ。何？お名前伺っても？名前？あれ？名前っていう概念知らない？アモン・シンだ。シンと呼んでくれ。シン、アモン、珍しいお名前だね。中国系なのかな。アジア外に呼び出されたけど。シンさんですか。それでご依頼の内容は？依頼か。それはな、挑戦状だもんね。俺と決闘しろ。最後の依頼。この音楽はいつもメインストーリーでよく聞くやつだ。決闘？探偵の依頼じゃないの？依頼だ。だから決闘しろって言ってんの。前金が欲しいの？いや、まあお金も欲しいけど。いやいやいや、そうじゃなくて、決闘なんてできるわけないでしょう。日本にはね、決闘罪ってのがあって。犯罪なんだ。そうなんだ。決闘って罪なんだ。決闘したら逮捕されちゃうわけ。日本のことはあんまりわからないのかな。いや、今さら何言ってるんだよ。今さら？知り合いじゃないよね。これまで散々暴行とか不法侵入とかいろいろしてきただろ。少しは忖度しろ。忖度って言葉は知ってるんだ。名前って言ってたけど。忖度って、正当防衛ならまだしも決闘だって言われたらもう無理でしょ。まあ正式に受けたら罪になっちゃうから、このシンさんから何か殴りかかってきた場合は決闘できるってことだね。じゃあさっきの依頼はなし。撤回する。なんだこの人。何やっぱりそっちになるんだね。その代わり、今から俺がお前を襲う。お前は正当防衛する。それなら合法だよな。なんだこれ。なんでそんな決闘したいんだ。まあアウトかセーフかで言えば、セーフ。よし、交渉成立。それじゃ今からお前を襲うぞ。なんだこれ。新しく発注された最後の依頼。また、つうか、なんで俺？いちいち細かい男だな。それはな、お前がこの町を極めた男だからだ。はあ？数々の事件を解決し、多くの人々に慕われている。この町でナンバーワンの男と言っても過言ではない。いやー、そんな褒めてくださって嬉しいな。つまりこの俺と最強の称号をかけた戦いをする相手にふさわしい。有名になるのも考えものだな。
仕事がないよりはマシだけどさ、100万円くれるんですよね。どうやら理解したようだな。己の定めよ。はいはい、わかりましたよ。全然わかんねえけど。それじゃ準備はいいな。念のため言っておくが、俺はすごい強いぞ。すごい強いのか。まあでも回復もあるし、やってみよう。はあ、正直納得いってないけど、やるんならさっさと終わらせたいっていうか。よし、だがここでやるのも今日がない。俺たちの決着にふさわしい会場を舞台に移そう。え？どこ？え？あれ？これ、あの VR スゴロクで出てくる場所なんだけど、壁に当たるとビリビリって放電して倒れちゃうっていう。何が起こった？細かいことは気にするな。何者だこのシンさん。はいはい、もう好きにしてくれ。よし、それでは行くぞ。お、シン、アモン。戦うか。確かにすごい強そうではある。何それ。あ、そういうのもやってくるのね。なるほど。いや、怖い。あ、すごい、すごい。あ、でも、掴めたりはするぞ。あ、ちょっと待って、危ない危ない。壁に当たるとビリってなっちゃうので。あ、でも、シンアモンは、あ、ビリってなったけど、やばい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 。よしよし。え、なんかスマホ盗まれたんだけど。え、どういうこと。あ、これ回復できないってことか。スマホ盗まれたから。え、待って、それは厳しいって。どんだけこの人の体力あるかわかんないけど。ちょっと待って、危ない。やばい、すごい見切ってく、見切ってくるな。やば、いや強いんじゃないこの人。めっちゃ、もしかして。あ、いいよいいよ。3攻撃をやって壁に投げるっていうの結構いいかも。あ、やだやだやだ、感電しちゃった。え、ちょっと待って、でもさ、回復できないって思うと結構やばいぞ。痛い。あ、もう掴み効かないかも。スマホを奪い返したりできないかな。いや、すごいすごいすごい。ちょっと待って、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。え、これどうしよう、死んじゃうんだけど。痛いって、痛いって。あ、まずい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 。いや強すぎん。ええ、ちょっと待って、もう一回やってみていい？いや、行こう。え、これスマホ取られなければ大丈夫だったりする？もしかして相手に掴まれなければ大丈夫なんじゃない？頑張ってみよう、一旦。やばいやばい、これ取られる取られる取られる。いや、最悪。うざ。取ったぞみたいなモーションしてんの、うざ。え、ちょっと待って、最初のゲージ減らしたけど、まだまだゲージあるんだけど、この人。スマホも取られたし。やばい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 。危ない。え、待って待って、なんか剣、何それ。ちょ、え、無理、何それ。ショートカットに回復アイテムをセットしとけばいいのね。ちょ、もう一回やろう。これショートカットをちょっと設定してみました。徐々に回復する薬と、一定時間死なないやつと、とんかつ弁当。これで携帯を取られてもちょっとは回復できるかもしれない。いや、無理だなこれ。どうやって戦えばいいんだ。いやマジでどうやって戦うんだこれ。あ、ガードがいいのか。やばい。あ、しかもなんか壁使えるようになってるな。あ、なるほどね、このソードモードだと壁が使えるのか。これでかいぞ。ちょっと待って、あ、間違えた。やばい、あ、致命傷も食らうのか。壁は使っていこう。ちょ、ようやくなんかやり方が分かってきたぞ。壁はどんどん使っていこう。
いいぞ。このなんか青いあれを出したときはなんかね、演舞スタイルの方がいいっぽい。で、お酒を飲んだので、うん、水拳も使っていこう。よいしょ。あとはなんかあんまり EX アクション出せないから、 EX ブーストとかにしてもいいかもしれないね。やっていこうか。あとはもうガードして、あとはもう壁使って、ふい、あ、あ、これ赤くなったときは一点の方がいい。で、あ、待って、やばいやばい、一定時間死なないやつ。え、何これ、やばくない？意味わかんないんだけど、どういう状況。たまにエクサクション出せそうだけど、出せるタイミングがわからない。あ、いけた、EX アクション。何これ、え、初めて見る、かっこいい。これ専用のやつかな、もしかして。え、かっこいい。おお、弾いた、意味わかんない攻撃してくるやつ。あ、ちょっと今のうちに、あ、まただ。ちょっと待って、これは演舞スタイルに変えて掴みたいな、これ。あ、いけたぞ。お、いけ。あ、これもうちょっとじゃない？あ、出た、またそのソードだ。最悪だよ。頑張れ、もうちょっとだ。やったー。いや、これはもう、イージーだったから全然体力減らなくて、自分のね、勝てたけど、ノーマルじゃ無理だよ。どうやって勝つの？いやー、出すな、もう大変な戦いでした。お疲れ様、ヤガミシ。マジで、この一戦モードと、演舞モードを切り替えて戦うっていうことが結構勝敗を分けた感じかな？でした。あとはショートカットで回復とか戦薬が使えるようにすると、スマホを取られてもショートカットで回復と戦薬使えるようになるので、それがないと無理でしたね。はあ、元の場所に戻った。一体何だったんだ、もう疲れだよ。そんな俺が負けるなんて。あ、じゃあもう帰っていいかな。お疲れ、100万円よこせよ。マジで何だったんだ。いや、そこは勝負を挑んだ理由聞くシーンでしょ。お前の本当の目的は何だ的なセリフ言うところでしょ。なんだこいつは、ちっ、めんどくせえな。あ、舌打ちした、今こいつ舌打ちしたよね。感じ悪くない？なんなんこのシーン。あー、もう、はいはい、あなたの目的は何ですか？無論決まっている、最強こそ我が生涯の目的。語り出した。男子に生まれたものなら誰でも憧れる。お前もかつてはそうだったはず。いえ別に。早く家帰ってコーヒー飲みたいね。あらゆる文化において頂点を極めること、それが一族に生まれたものに課せられし定め。ガン虫かよ。だというのに、誠に遺憾ながら俺はまだまだだったらしい。ヤガミ、この町の最強はお前だ。それは潔く認めよう。ありがとう。だけど、それはあくまで暫定。とりあえず、今年だけだからね。なんだこいつ。全然潔くねえし。お前を倒すために、俺は必ず帰ってくるぞ、ヤガミ。なんか、意外とポップな人なんだよな。いかつく見えて。あ、ちょっと待てよ、言った。くそ、迷惑なやつに絡まれちまったな。探偵がストーカー被害とか笑えないっつーの。結局あいつが何だったのかわかんねえし、なんで最後の事件で謎を残していくんだよ。
依頼ばっかりでちょっと疲れたから、落ち着いたら休み取ろっかな。ちょっとゆっくり休んでくれ。いやー、100万円もらった。ちょっと待って、キムさんだね。いや、ちょっと今景品同盟の話とかじゃないのよ、キムさん。なんかもう意味わかんない強いやつにさ、絡まれちゃって。いや、でもなんとか勝てたね。いやー、ちょっと待って、ノーマルモードにしちゃったので。あ、違うわ。あ、難易度ノーマルのはままだな。あれ、さっき一時的にイージーになったのか、それともノーマルでやってたのか、ちょっとよくわかんないけど。まあ、あ、難易度を元に戻しましたって書いてあるね。あ、じゃあそうだね、イージーで戦ってて今ノーマルに戻ったんだね。いやー、最後の依頼は大変なことでしたね。あのアモンってやつは何だったんだろう。まあでも最強って言ってたし、よくわかんない場所に連れて行かれたし、最強なんでしょう。お待たせ、杉浦くん。いやー、とてもとても強い敵と戦ってきたよ。早速メインストーリーに戻りましょう。行きましょう。矢上さん、どう、神室町でやれることはもう全部済んだ感じ？全部済んだよ。ああ、全部済んだよ。そっか。いや、実はさっき星野くんから暗い声の電話があってさ。どうした？なんか矢上さんの手が空いたら源田先生と話してほしいことがあるんだって。え、向こうの源田事務所で。暗い、何の話かまでは言ってなかったけど。え、どうした？ってことでちゃんと伝えたからね、よろしく。沙織さんに振られたか。え、なんだろう。え、ちなみに星野くんが源田先生と話をしてほしいんだってさ、向こうの源田事務所で。オッケー、じゃあ源田法律事務所向かいますか。なんか杉浦くんが星野くんのお使いをするってちょっと珍しいね。なんだろう、暗い声って言ってたけど、まあ星野くん軌道にね、仕方ねえな。もう一度セクハラビデオの件で脅せないですかねって言ったところで、え、なんで引き下がるんですか矢上さんってすごい言ってたもんね。では、源田法律事務所にやってきました。源田先生久しぶりな気がするな。あ、よ、海藤さんも来てた。あれ、海藤さんも。まだ顔の傷の残ってるね。星野くんは戻ってないか。そっか。ええ、どうかしたんですか。あ、いや、沙織さんは関係ないのか。こっちだ、矢上。はい。ああ、どうも先生、なんか俺に話があるとか。まあ、え、そっちの人からな。誰ですか。あ、泉田健二か。泉田健二。え、どう、お前んとこの探偵事務所は監視がべったり張り付いてるらしいですね。ここだともう少し緩いんでな。あ、ありがとうありがとう。あれだよね、一ノ瀬事務次官が法廷に出てくるように証人として呼べないかっていう話をしたんだよね。泉田健二がわざわざ源田事務所まで出向いてきたってことは、でも星野くんが暗い声してたっていうことはやっぱり事務次官を法廷に呼べなかったっていう報告なのかな。またなんか悪い話か。ぽいよな。いきなりご挨拶だな。いや、いい話だよ。本当？たまにはそう来ねえとな。一ノ瀬が裁判に出てくる。よくやってくれたね。説得できたんだな、泉田健二お手柄。問題なかったか。ああ、大丈夫だった。ナイス。そうだね、こっちが繋がってるってことは。あのデッドラインの解説をこの私に。バレてないわけ。うわ、ええ、始末もいる。今度の裁判でぜひ。裁判というと神室町の例の弁護士殺しですか。殺された新谷弁護士は事件前、庄野先生宛に電話をかけていました。いいね。うん。とはいえ電話は事件と全く無関係と思われます。神室町の殺人事件に庄野先生やアドデックナインが絡んでるだなんて。
馬鹿げてますね。うわ、まったくです。なるほどなるほど。ただ電話をかけている事実がある以上、こっち側の見方ってことをバレないようにちゃんと言ってるね。丁寧に説明する必要があるんです。なんと。心配ありません。電話の件など触れるまでもなく、アドデックナインこそ世界が求める新薬であり、ショーノさんら研究者はその開発のために大変な努力をされておられる。いや口がうまいぞ、泉田健二。ければそれでみんな納得します。いいぞいいぞ。なるほどね。でも私は研究者じゃないので専門的な説明はちょっと。専門的という意味では直接ショーノ先生にお願いする手もあります。どっちも出てくるの。でも研究者というのは説明が難解すぎます。裁判員に理解できるかどうか。ですのでここはできれば一ノ瀬さんにお願いいたしたく。まあ確かにこんなことで先生方の時間は割けませんしね。結構 お引き受けします。日程が決まったら厚労省までお伝えください。ありがとうございます。失礼、もう次があるものですから。どうも来ていただいて。いや内心ガッツポーズしてるね泉田健二。ナイス、よくやった。え、いいニュースだったね。うまいなあんた。一ノ瀬が断ったら、うん、ショーの法廷に立たせるような言い方だ。だろ。一ノ瀬にしてみりゃ法廷でショーのにボロを出させるのは避けたい。他人任せにはできねえわけか。確かにな。しかもショーのは一回大久保くんの事件で嘘の供述をしてるから、なんかそことかもね掘られたらまずいもんね。よし、これで敵の親玉を法廷に引っ張り出せたってことか。泉田健二はお手柄だったな。なかなか悪知恵が働く。いやお互い様だね。悪知恵。冗談だよ。感謝してるって。おかげで一ノ瀬を舞台に引っ張り出すことはできた。あとは手持ちの札でどうやつを追い詰められるかだけど。証拠はないけど。松金組の羽村はどうなった。あいつに証言させられないのか。いいね。どこかに消えたままだよ。おやつさんの葬式にも来てなかった。そう、当たり前だ。どの面下げてくるんだよ、うん、それよりいっそ黒岩とっ捕まえて自分がモグラだって自白させるか。絶対言わないし。またボコボコにされますよ。この前はちょっと油断してただけだ。いやー、やめろよ、二人とも。よく言ってくれた。おい、なんだよ。せっかく一ノ瀬が出てくんのに、そっから先のアイデアはなしか。手ぶらで勝てる相手じゃないぞ。まあそうなんだよな。あ、こんな時に電話。誰だ、星野からだ。お、真冬さん。綾部刑事のカジノ。あら、ガサ入れされてる。ラマンに？今か。うん。さっき始まったところ、森田検事生のお膳立てよ。これ綾部がもっともう何人も逮捕されてる。なるほど。うん、最悪だね。これで綾部の心象は最悪だ。裏カジノを仕切る悪徳警官は人殺しもやりかねないってか。検事生はさすがに痛いとこついてくるわね。ああ、敵も黙って見ているだけじゃないってことか。いやまだ優勢になれないな。お知らせまで。ありがとう。で、どう八神くん、裁判は勝てそう。ベストを尽くすだけだよ。各方面から助けも来てる。ベストを尽くす。真冬も。でも人の命がかかってるよ、大久保くんという。それじゃ。冤罪を着させられて。検事生がカムロ町に来てる。綾部のカジノを摘発してる。綾部のカジノって伝わらないんじゃない。なら俺はもう退散した方がいいな。知ってんだ。ここには来ないよ。いや、用心に越したことはない。えらい。そうだね、繋がってるってバレたらカジノのガサ入れってことは当然黒岩も一緒だろうな。俺らはどうすんだ。タボ、検事生が直々のお出ましだ。向こうの過去の事情も聞いたわけだし、一言挨拶しとこうか。マジ大丈夫なのか。え、喧嘩売りに行くってこと。相手じゃねえんだぞ。少し様子を見てくるだけですから。なるほど。
あ、じゃあラマンに行くのか。あ、これで海藤さんと一緒に向かうわけね。あ、だからもう自由時間がないっていうことなのか。ってか、え、二人とも話しかけられないの？話しかけられないや。星野くんにも会えなかったね。よいしょ。じゃあラマンに向かうか、海藤さん。いや、今日はちょっと一旦この辺にして、次回ラマンに向かいますか。っていうか、もう見えてるけど、恋女房。はい。多分、森田健二生と黒岩と話したりとかするでしょう。いや、ついに、メインストーリーもエンディングの方に進んできてますね。まだまだ証拠は集められてないし、ラマンがガサ入れされて、綾部のね、心象が最悪になってるわけですけど、どうにか挽回したいですね。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録、高評価などお願いします。ではでは、たまたまこでした。バイバイ。